こんにちは。始まりましたマコパーティーのマコラジーです、本日が4回目、4回目にしてやっとスタジオからの、生配信でお届けしております。ありがとうございます。1回目が1月からの、明けましておめでとう放送なのに、背景めっちゃクリスマスだったりとか、はい。2回目3回目は福岡からズームの生配信だったり、そして今日4回目にしてようやく、リアルタイムでお届けできます、このマコラジ、よろしくお願いします。はい、そうなんです、マコパーティーは、今福岡を活動拠点にしておりまして、はい、きちんとね感染対策を徹底して、今回ですね配信の方しております。裏の方やった。はい、改めてですね、このマコラジですね、コロナ対策も徹底して行っておりますよ。ちゃんとね検温もやって、換気もね、スタッフさんのご協力のもと行っていただいて、消毒もしていただいて、はい、配信しておりますのでよろしくお願いいたします。さあ、このマコラジですけれども、マコパーティーの、まあ、マコパーティーによるマコラジ、今回のラインナップをお届けしていきます。この後ですね、2時10分頃からはシネマパーティー、私のおすすめの映画、そしてその映画ぜひともねこうなりきってみたいなと思います。イエイ。今日はですね、なんか最近見た映画の中で結構こう印象的だった、面白かったザ・サンドという、映画をご紹介していけたらなと思っております。そしてですね、2時30分頃からですね、マコ歌のコーナーです。このコーナーではですね、私がですね、ある楽曲をもとに歌唱指導して行くコーナーです。今日はですね、もう大好きな、甲田久美さん、はい、甲田久美さんの愛の歌を歌唱指導していきたいと思っております。はい、あ、嬉しいですね、このなんかスタッフさんが目の前にいて、こうあうんの呼吸でこういろいろねこの効果も出してくださるあたりがありがとうございます。いやだってズームでやってる時とかってもう本当に画面に一人でいて、もうねリアクションが全然わかんないんですよね。見てる方だったりとかスタッフさんのリアクションわかんなくて、で LINE でやり取りするんですけど、ちょっと時差があるっていうね。ありますよね。今日目の前にもダイレクトにスタッフさんいるんでめちゃめちゃ楽しいです。さあ、マコラジですね。番組へのメッセージ、こちらですね。アットマーク、AZPANFM、アズパン FM。こちらにですね、メッセージの方、お待ちしております。で、早速、リスナーさんから、メッセージをいただいているということで、これ、このまま見せていいのかな？ちょっと見えるかな？ギャンさんから、ありがとうございます。めちゃめちゃね綺麗な桜の写真を添えてもらって、都内はあちこちで桜満開ですよと、放送頑張ってくださいねと、ありがとうございます。今聞いてくれているかな、今聞いてるそこのあなた、もうぜひともね、フリーメッセージ、それから質問だったりとかをですね、こちらアットマーク AZPANFM、アズパン FM までぜひともお待ちしておりますよ。確かにな、一個前の放送の方もね言われてましたけどね、お姉さん方が言われてましたけど、桜がもう満開で、で私も、ちょっと前にね東京入りしたんですけど、東京の方が桜の満開時期が早かったのかな、確か。うん、でやっぱ歩いてるとめちゃめちゃ桜が満開で綺麗ですね。もう本当にこっから今スタジオの外見ても、あんま映ってなかったかな、桜映ってなかった。
いや、でもめちゃめちゃ綺麗ですね。だけどどうなんだろう。もう雨降ってね、しまうと桜散っちゃうのかな。なのかな。福岡の方も、そうか、東京よりも若干2、2、3日ぐらいかな、遅れて満開になってますよ。今日、よかった、晴れて。なんか昨日の夜、雨降ってましたよね。ね、降ってましたよね。よかった、今日は晴れて。ということで、まあ、いろいろ今日のマコラジは、やっと念願のこのアズーリのスタジオからですね、生配信でお届けしていきますので、こっからですね、企画盛りだくさんでお届けしていきたいと思います。それでは、まずはですね、オープニングナンバーは、この曲、お届けしたいなと思っております。さあ、準備の方、よろしいでしょうか。丸。オープニングナンバーをお届けするのは、私の歌う、Now という曲、お届けしたいと思います。マコラジースタート！力になりますように、この歌があな
はい、お届けしたオープニングナンバーは Now お届けしました。ありがとうございます。はい、ちょっとオープニングでいろいろ話そうと思ったことがあったんですけど、ちょっとなんか目にめっちゃゴミ入って後で話したいと思います。生放送ならではですよね。はい、ということでここからのお時間はですね、シネマパーティー。このコーナーではですね、マコパーティーおすすめの映画を紹介になりきっていきたいなと思っております。さあ、今日おすすめする映画はですね、 SNS でも話題になっているこちらの映画、ザ・サンド。あ、ありがとうございます。この砂に触れたら最後、怖いですよ。これ砂に埋もれてるんですよね。これ本当に画期的だなって思ったら、今までこう砂に襲われるっていう映画ってなかったですよね。ね。で、これ見たきっかけが、なんかうちの母が、まこちゃん、ちょっとFacebook で上がってきとったっちゃけど、なんか、この映画面白そうよ。なんて言ったら、ザ・サンドっていう映画面白そうよ。ちょっと見てみようよって言わして。見たんですよね。で、母と一緒に私見てたんですけど、ですね、これ簡単にじゃあちょっとご説明をしますと、まあ砂に襲われるっていう映画なんですけど、そう、2015年公開だから結構最近のかなと思ったら、少し前のアメリカ映画なんですけど、これね、撮影期間がわずか12日間ですって。と思って、だからずっと同じ場所でずっと同じ演者さんでこう撮影されてたっていう感じなんですけど、その12日間に思えないぐらいの、まあ、クオリティなんですけど、ビーチパーティーの翌日にですね、二日酔いの、若者グループは太陽の鋭い日差しで起きるんですね。しかしこの起きた若者たちはですね、グループの一人が、砂浜にですね、降りた瞬間、地中から現れる無数の触手、なんか触覚みたいな細いこうなんか糸みたいなのに吸い込まれて襲われるんですよね。で、それをこう目の当たりにしたその若者グループはですね、このビーチは危ないと、この砂浜から脱出しなきゃいけないっていうところで、まあ車に乗ってる人もいれば、管制塔の中にいる人もいれば、前の日の夜にいたずらされてドラム缶の中にいる人もいるわけですよね。で、生き残った6人の男女が果たしてこの砂人食い砂から逃れられるかっていう映画なんですけど、うん、これね、すごくドキドキする。で、自分だったらどうしようかなって思っちゃいますね。だってドラム缶の中にいる人なんて、一歩でも砂に足がね、砂についた時に襲われるわけですよ。この無数の糸たちがこう自分のこう皮膚を食いちぎるんですよね。これはもうね、なんかもうずっとこう画面見ながら、ああもういやいやいや、あ、逃げろ、あ、逃げろ逃げろみたいなもうずっとこう画面の中で戦ってるみたいな、私も一緒に戦うみたいな、まあ、そんなね、こうスリルのある映画になってるんですけど、で、まあ、そこでね、男女6人だから、実は前の日の晩自分の彼氏と寝とった女がいるわけですよ、実は。で、そこでカミングアウトしたりとか、実はあんたの彼氏、私寝とったんだけど、みたいな。ちょっとあんたふざけないでよ、みたいな。ちょっとそういう、まあ、なんていうのかな。うん、今そこ言うっていう、少しコメディ要素もある映画なんですけど、最終的な結末は正直、まあ、ちょっと微妙やなって思いましたけどね。起承転結の起承転まではものすごくこう盛り上がる映画なんだけど、最後のクライマックスが、ちょっと、途中で盛り上がりすぎて、ちょっとなんか、あんまり、しっ
くりは来なかったですね。これがパート2があると思うと、すごく続編が気になるなっていうところ。個人的にはザ・サンド2が公開されてほしいなぁ、なんて思いますけど、そんな映画になっております。はい。で、ザ・サンド、これね、本当にね、ドキドキする映画になってるんですけど、はい。ちょっとセルフをですね、私抜粋してきましたので、これをですね、今日はですね、なんかせっかくだから、そうですね、ぼる塾の田辺さん風に、はい、それではすいません、ひまひえ、なんか似ても似つかないような、こんな、声だけ聞いてもらったらすごい嬉しいですね。これはですね、スタッフさんからは、なんかすごい、副賞似てますね。副賞ね、これ着てそうですね、って。はい。言っていただきましたけども、私、ぼる塾の田辺がですね、おすすめする、ザ・サンド。ザ・サンドをね、これね、すっごい、砂が人を襲うんですよ。それは考えられないですよね。で、車の中に乗っていた女の人はですね、こんな感じで言うんですよ。とにかく電話して、ここから出るの出るのよ！ああ、そうそう、まさにこんな女性ですね。もう白熱したこの演技がね、もう本当にすごいんですよね。はい、では私はすごい、心に残ったセリフを私の方で言いますと、あ、砂の中の生き物に殺されちゃうよ！助けて！こんな感じで、砂の中に何がいるかっていうのはすごい私は謎でしたけど、はい。これまでにないような、ホラー映画だと思います。このザ・サンド。はい。ぜひともね、見てみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。このね、ボルジュ なんかね、ボル塾の田辺さん風に、お届けしました。これまで本当なんかサメ映画とか、なんかこう、まあ、飛行機パニックみたいな、そんなのあったんですけど、新しいホラー映画だなということで、ザ・サンドですね、おすすめさせていただきました。はい。以上、シネマパーティーのコーナーでした。はい。で、私が、もう、オープニングですっごいこうなんか目に埃が入ってちょっと言えなかった、最近のなんか近況報告みたいなのもしていこうかなと思うんですけど、インスタグラムをですね、そしたら開いてもらって、ありがとうございます。はい。すごい、ちょっと 最初のプロフィールもね、ありがとうございます。改めまして、マコパーティー、福岡県大牟田市出身でございます。マコラジは1月からですね、やらせていただいておりまして、はい、最近はもう本当、そう、福岡を拠点に活動しておりまして、で、福岡県大牟田市、美山市、熊本県荒尾市を放送エリアとするコミュニティ放送局 FM 担当という、コミュニティ FM で、毎週月曜日、水曜日と、ラジオ番組もさせていただいております。うん。で、ありがとうございます。そうだな、どこの辺りからストップ行こうかな。あ、じゃあ上の方に戻っていただいて、一番上の方で、はい。で、一番新しい、その男性とのツーショット。はいはいはい。ありがとうございます。そうで、毎週月曜日、夕方の5時からサンセット担当月曜日というワイド番組を担当しておりまして、で、ずっとね、7月から野田克彦さんっていうね、ミュージシャンの方と一緒だったんですけど、まあ、先日ね、その野田さんとのこのサンセット担当月曜日が最後だったんですけど、なんかね、ちょっと番組の企画から、大牟田あるあるの歌っていうのがあって、
まあ、なんか福岡あるあるとかもあるんですけど、もっともっとこうスポットを絞りまして、大牟田あるあるの歌っていうのを企画の中で作りました。で、せっかくなので、このアズーリ FM からはですね、私なりに福岡の情報だったりもね、発信していけたらなと思っておりますので、これをね、ちょっと後ほどこの曲をですね、ご紹介したいなと思っております。はい、ありがとうございます。まあ、そんなこんなで FM 担当というコミュニティ FM でですね、番組もさせていただいたりしております。番組表ってありますかね？ ありがとうございます。4月のがね、ちょうど出まして、はい、これ毎回なんか似顔絵になってるんですけど、ありがとうございます。はい、どこにいるかわかりますかね？はい、もう超ローカルな情報ですけど、あ、そうです、私なんかセクシーポーズみたいな、こうリアルにこんなにね、なんかすごいスカートのなんかピシッとしたスーツが似合うといいんですけどね、リアルな感じ、もうなんかこれ見てる人、いや誰だよみたいなね、その上の DJ IKKO さんって、いやあの IKKO さんじゃないみたいな ね、いやアズーリ FM も、まあ、日本一尖った曲ということで、まあ、いろんなね方いらっしゃると思うんです。超なんかローカル色、すいません、いきなり出しちゃいましたけど、こんな個性豊かなパーソナリティがいろいろね番組をさせていただいておりますので ありがとうございます。でね、そうそう、下に行っていただくと番組表がありまして、改めて、ここでですね、マコパーティーの出演お知らせをさせていただきますと、FM 担当というコミュニティ FM では毎週月曜日夕方5時からのサンセット担当、月曜日。そして毎週水曜日お昼の12時からのお昼時担当、水曜日というワイド番組を担当させていただいております。はい、この中でもですね、もうめちゃめちゃこうなんか街の気になるね、いろんな情報をもう本当にもうスポット当てて、やったりとか、もうガヤガヤしてますね。だからマコラジでは一人喋りなんですけど、なんかやっぱりこう誰かがいると、もっとねちょっとこう騒がしい、ガヤガヤしてますね。はい、あ、ありがとうございます。ででん。はい、お昼時担当、水曜日こちらですね。このお昼時担当水曜日の中では、なんかすごいこう歌ったりガヤガヤしてますね。アーティストの高田龍樹くんと一緒にやってるんですけど、例えばこの前だった2000年代の、売上 CD シングルランキング上位の人の歌を歌ったりとか、世界の果てまで行ってみたつもり、なんか今めちゃめちゃ旅行行きたいけど行けない、海外旅行行けないっていう、もうすっごいもう欲が私たまりにたまって、あたかもハワイに来ましたよみたいな、韓国に来ましたよみたいな、そんな気分を味わえる企画なんかもやっております。はい、そして夕方の番組ではですね、はい、あ、いました、私、ありがとうございます。サンセット担当という、はい、矢印していただいて、ありがとうございます。もうニュース原稿を読んだりとか、はい、お天気を伝えたりとか、もうがっつりワイド番組ですね。でも、このワイドをですね、担当させてもらって4月から、昨年の4月からだったんですけど、今までね、こういうなんか MC とかはあるんですけど、ニュース原稿ってなかなかやっぱ普段読まないから、それではニュースをお伝えいたしますみたいな、なんかこうアナウンサー口調みたいな、なんかね、そういうのはちょっと独特だなーって、思いますね。いろんなニュース情報も、はい、細かくですね、お伝えしておりますよ。はい、ありがとうございます。すみません、なんか大丈夫ですか？がっつりこう、すいません、告知なんかもさせて。丸 ありがとうございます 告知なんかもさせていただきましたけれども、
まあそんなね、FM 担当の番組でもぜひともね、また違った一面のマコパーティーが見れるかななんて思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、マコパーティー YouTube なんかもやっておりまして、はい、ありがとうございます。チャンネル登録者数459人。これはね、ちょっとね、恥ずかしいなって、もうちょっとこう、伸ばしたいですね。根気強くちょっと頑張ってやっていきたいと思います。そんなね、私もちょっと、でもコツコツね、いろんな、このモノマネだったりね、はい、最近は、この地元の大牟田、福岡県大牟田市の、じゃあ、ちょっと最近の、この、大牟田とか言って、大牟田でビール飲みすぎた県。はい。こちらですね、オートウェイ独占はい。販売スポーツタイム。あ、すみません、なんかついてましたね。あ、スキップしてもらって。はい。今日はですこれね、ね、福岡県大牟田市大正大町っていう、もといえばここの大正町に来う、てお一り番ます。もうね、今か大ら牟田の大栄え正て町る、にあるお酒飲むならとこあこるみ居たいなと酒屋こさですんにね。行きたいと思います。私のおすすめなんですけど、よく行っておりました。もう一時期はね、もう本当に毎日のように入り浸っておりました。で、営業再開されたということおで、酒今日は行ってみたいと思い飲むまのがす。すごい好きなんかで、新メニューもあるとかよくいうね、情報も聞きま居し酒屋たのさんで、もちょっと行ってる食べんに行っですてけみどたいも、と思いま特す。におすすめの大牟田の居酒屋さんっていうのをですね、ご紹介してます。めちゃめちゃなんか飲んこだのりして大る正の町っで、ていうよのかったは、ら見やってぱみてりくださ大い。牟田で何にしはよう、い。とりあえず大正町行こうっていうね、大牟田のこれ人のも定番なんですよ何時ぐらいね。かな、昼かな。で、まあ今でもね、昼かちょっらとちょっと早いね、時間なんこっで、からね、人通りも少割ないとんで飲んすでけますど、ね。夜になった飲んでらますね。ね、ここの通りがにぎわうんですよ。毎回毎回大正町に行ったら、なんかね、もうワクワクしちゃう。いまだに私ワクワクします。ぜひとも やっぱ今、り二十歳ですよ。マコラジやっオをぱ見りてるなんです方か。で、まあ、こ関んに東ちは。圏だったりの方はで今す日はよろね、しくまおあまあ、願いそしの他のま地域の方もですす。あ、ね、ぜひ早とも、速お出迎えしていた福だいた岡のね、は、来てほしいオーですナーのね、福岡、白まあ木まあ、大さ牟ん田、でぜひ来てほしいですす。ね。よろしくお願いいたします。改めて営業再開おめでとうごあ、ざいもうまめちゃす。めちゃもう、なんかローカ待っルてましなた。感じになってますよね。ローカル待ち色に待っ強てめまなし感じた。のマコラジになってますけど。ということで来ましたけど、いや落ち着きます。いやめっちゃ落ち着くこの空間。うん、この席はい。も何回も来ましたよ。誰と誰？あ、ありがことうのござ場い所まをす。そうです叩き、ね。一番いいそうとでこすろ。ね、あばらの部分を二重一番いいとにころ。こう、藁でかぶって叩くんですけど。いいですね。馬肉の黒胡椒叩そう。き。で、これ中美味し華かっとたしんだて、よここにな。わさびもありますし、これタレもあるんですけれども、やっぱりそのままでもいけます。そうですね。その黒胡椒だと藁のいいで香すりがしっかね。りついてこまれ、すので、藁ぜ焼きっひ最て、初はそいのや、わさびでいただいて、本当、お好みでわさび九ポン州っ酢をて、お召し上がりいただ海のければと幸思いもます。お肉もね、コスパがよくて、めちゃめちゃ新シ鮮ロで美味さん、しいんですよね。ちょっと私、今日、ビールを、はい。生ビールをはいい、たちょっだといて撮もいい影でし中にょう飲んじか。ゃいましたね、ビール。あ、やったー ありがとうございます。では、すみません、生ビールを一杯お願いします。まずは、はい。そのままでありいがとうただごきざいたいまと思す。います。三元堂のこれ人ね、気はナンい、あバりがーワとうンごメざニいューます。なん続きがで。気になる方は、ぜひともね、マコパーティーチャンネルで検索してみてください。ありがとうございます。と、まあですね、まあ、ローカル色強めな感じでお届けしておりますが、先ほどね、お伝えしました、この番組の、FM 担当という番組の企画から生まれた、もう、これは、今、私の地元大牟田の方も見てもらってるかもしれませんけど、その方たちは大牟田あるある、あ、わかるみたいな、そんな、もう、福岡のあるあるもまたあるんですけど、例えばこう、皆さん聞いたことある、知っとるっていうのを、知っとうととか、こう伸ばす方言とかもあると思うんですけど、福岡の中でも全然こう方言とかって地方によって違うんですよね。だから、同じ福岡のくくりの中でも、地方によって
違うあるあるが生まれる、そんな大牟田あるあるの歌をちょっとぜひともねお届けしたいなと思っております。それでは、あ、よろしいでしょうか。はい、野田克彦さんが作詞作曲しました歌を私もレコーディング参加させてもらいました。発掘大牟田タントの街、どうぞ。かつてこの町では石炭が掘られていた。今日は大牟田掘り下げて楽しい宴に寄っちゃってもいいですか。かつてこの町には黒ダイヤが輝いて、炭鉱武士が高らかに、月が出た出た踊っちゃってもいいですか。はい、発掘大牟田の町、大牟田タントの町お届けしました。大牟田、福岡県大牟田市出身なんですけど、大牟田っていうところがかつて炭鉱の町として栄えていたんですよね。で、どうなんだろう、関東圏の人って車の免許取ったらどこ行くんだろう。てか車の免許って取らない、あんま取らないですよね。私はもう最初に福岡で撮ってたんで、東京に最初来た時に、なんか車何やったっけな、引っ越しかなんかの時、自分で荷物運び出したんですよ。で軽トラを借りて東京の街を軽トラで走ったことがあるんですけど、めっちゃ怖い。あれもう車線が4ぐらいありますよね。めちゃめちゃ怖かったですね。なんかどうなんだろう、でもその大牟田の人たちとかって車の免許取ったら天城山って言って、なんか山に行くんですよ、みんな。なんかデートスポットみたいな、あとか海行ったりとか、
だから何やろな、東京で行くと鎌倉デートみたいな、なんか鎌倉とかってみんな行くイメージがあるんですけど、なんかその感覚、そんなもうめちゃめちゃなんかこうあるあるをギュッと凝縮した歌ですね、お届けしました。さあそれではここからは企画のコーナーです。まこ歌始まりました。さあこのまか歌ではですね、課題曲をですね歌唱指導していきたいと思います。さあ、今日はですね、私も大好きな倖田來未さんのですね愛の歌、お届けしますが、倖田來未さん、もうほんとね、もうずっと大好きで、で私も東京に上京した理由というかが、倖田來未さんがねライブ中に、努力は必ず報われる、夢は絶対に叶うで、最後の最後の最後まで盛り上がっていきましょうみたいな感じで、ちょっとこうライブ MC でねずっと語ってるのを見て、あーくーちゃんがこう言ってるなら東京行こうみたいな感じで、あのきっかけにもなったもんで、大好きな大好きな倖田來未さんなんですけど、でやっぱねこの愛の歌っていうのは世代問わず結構ね歌われる歌かなと思います。愛の歌もそうだけど恵みの人とか結構幅広いですよね。倖田來未さんの楽曲カラオケで歌うって人割と多いなっていう印象があるんですけど、愛の歌はこれはカラオケ採点高得点出すにはこの歌がいいなっていうところですかね。でじゃあ歌詞をすいませんお願いします。これねいつも私こうやって書いてるんですけど、あのね倖田來未さんねしゃくりが多い、あのねしゃくりが何かっていうと低い音から高い音へ一個一気にスライドさせる、高い音から低い音一気にスライドさせる。ピアノだとね例えばドからレしかないじゃないですか、ドレしかないけど、ピアノじゃねこの表現できない音のスライドを、まあ、総称してしゃくりというんですけど、まあ、解釈人それぞれですけどね。だから音符通りに行くと、もし君に一つだけだったら、もし君に一つだけみたいな感じで、こうなんかね、あの子供たちの歌う歌みたいな感じになるんですけど、これねくーちゃんがねもうしゃくりが上手なんですよね。そう、この母音、もし君にのこのもうとしの間に母音のおが入るわけですよ。もし君にで一つのとつの間にも母音のおが入るわけですよね。一つだけ願いがのねとがの間にも母音のえが入るんですね。願いがこの母音もこう綺麗に音をスライドさせる、これしゃくりですね。しゃくりを細かく入れていくとこうよりくーちゃんっぽいというか、うん、ちょっと歌ってみますね。もし君に一つだけ願いが叶うとしたら、今君は何を願うの、そっと聞かせてみたいな感じ。ありがとうございます。でこれはねこの音のスライドもそうなんですけど、くーちゃんはねあとねこのエッジボイスみたいな、このなんかこう引っ掛けるこのエッジボイスもねすごい特徴なんですよね。そっと聞かせてじゃなくて引っ掛けるそっと聞かせてみたいなエッジボイスもすごいんですよね。もし君がこの恋を永遠と呼べなくても、
今だけは嘘をついて淡い言葉で信じさせてみて、ここからサビいきますよ、しゃくりまくる愛の歌響き渡れば灰色の夜空に光が射すよ、一つずつ光をつないで遠くのみんなのもとへと届けよう、すみません、ライブバージョンでお届けしました、はい、こんな感じで早っ歌ってたら番組終了も、もう早いな、もう早い、終わっちゃいますねってな感じで、高田久美さん歌われる時はですね、ぜひともこのしゃくりしゃくり、それからエッジボイスっていうのを意識して歌ってみてはいかがでしょうか。以上、まこ歌のコーナーでした。はあ、さあそれではここでマコラジエンディングナンバーをお届けしましょう。手紙遠距離編。忘れてないかな、少し気を使われてそう落ちて頑張ってる君に言えないもどかしさ、すごく寂しい正直に言うと、だってすぐに会えない距離だから、傷つきたくない、困らせたくない、私の
はい、ラストナンバーをお届けしたのは手紙遠距離編です。この歌は朝方ね7時頃にもねこのアズーリ FM でもかかっておりますので、ぜひともですねチェックしていただけたらと思います。今日スタッフさんがねと打ち合わせするときに、あーこの歌どこかで聞いたことあると思ったらって、あー そうですみたいな、ちょっと一致したんですよね。あ私だったんだみたいな。いや本当になんか今日ようやく4回目にしてこのスタジオ でリアルタイムの生配信をお届けすることができてすごく良かったです。でもねとはいえその福岡からズーム生放送してた時ももうねなんかこうスタッフさんとこのやり取りがもう、あ次こうしますよこう行きますよってこう言ってくれるんで、もうめちゃめちゃ いつもねスムーズに私もこうなんだろうな楽しみながらやっておりますが、そんなマコラジいかがでしたでしょうか。早いな、あっという間ですね。そういつもね私がこうなんかあどうしよう何話そうかなって思ってた時にこういつもこうスタジオにいてもスタジオじゃない時もスタッフさんがちゃんとあもう聞いてますからみたいな感じでこう語りかけてくれるんで、すごいありがとうございます。ちょっと一人全くの一人だったらどうしようって感じでした。よかった安心しました。さあ、このマコラジですけれども毎月第1金曜日の2時からですね、配信しておりますが、次回が5月になりますと5月の6日金曜日2時からを予定しております。何事もなければね、何事もなければ14時からなっております。さあそしてぜひともこのマコラジをですね応援してほしいということで、番組応援の会会員さん募集しております。鳥越アズーリ FM のこの番組が好きというそこのあなた、朗報です。番組の応援の会に入会するとですね、スタッフルームからの見学、テレビ電話出演、あなたもですね、ぜひとも応援してくれてるあなたもですね番組に参加することができます。詳しくはホームページご覧ください。はい、こちらもぜひともね、マコラジ応援していただけたらなと、思っております。ぜひ皆さんのご協力をねお待ちしております。なんかあっという間だな、毎回こうなんかこれ話そうあれ話そうって思ってたことがもういつもこう飛ぶんですよね。それでなんかこう音が流れてる時にさっきもあなんかインスタグラムの話ってどああはぁと思ってちょっとこう急遽話した感めちゃめちゃありましたけども、はい、そんなこうゆるりとしたなんかわかんないけどすごいローカル感がめちゃめちゃあるこのマコラジ、ぜひともね応援していただけたらなと思います。私もねずっと東京に住んでたんですけど、もうなんか1年半ぐらいになるかな福岡 U ターンして、でもまあ先日もね私も大好きな浩司富田さんとかねお世話になってることもまた再会して、いろんなネタだったりの話もやっておりました。まだまだちょっとこれからもねモノマネの方もやっていきたいなと思っておりますので、ぜひともお楽しみに。マコラジ次はですね5月6日金曜日2時からを予定しております。今日もご視聴いただき、そしてメッセージ送ってくれたあなたありがとうございました。またまたちょっとローカルの情報もお届けしていきます。ローカル情報ありモノマネあり歌ありのマコラジ、次回はまた5月お会いしましょう。またねー。